矢作です。あ、来ましたね。え、もう痛いよ。どうしちゃったの。え、いやいや、そんなさ、もうほら、今日ほら事故直後だ、昨日でしょ事故が。そう、いやだからもう来れないって聞いてたんだけどさ。いやもう痛い痛い、だからもう痛いんだけどさ痛いの分かるよ。いや今もうひどいもんね、見た目が。そう、あの手吊るしてさ、三角筋っつの。で何これ、右膝も包帯でしょ、左も右も左も。俺のこの背中だよ。背中、背中何 T シャツ着てか分かんないけど、どうなってんの背中。めくってこれ。え、うわー、なんだこれ、脇腹もなんだそれ。これこれこれ、ええー、うわ、きれい、汚い、汚い、汚いよ、ほんと。もう怪我し、もう血でもう黒くなっちゃってんじゃん。違うんだよ、黒 T シャツ着てんのこれそうだよ、もうひどいね。いやもう笑わせないで、痛いんだよもうこれ。大丈夫なの怪我の具合は。だい、まあまあ、本人的にどうなの。見た目はまあ最悪だよ。うん、いや痛いよ、だから本当にやばいよ。まだ痛いんだけど。おう、鼻のとこ、鼻でしょ、顔をすっちゃったからさ。すっちゃってね。いやもう大変だったのよ。うん、まあ、大変なの分かるよ。この顔がこれすっちゃったのはもうね、ちょっと見た目がさ、はいはい、ちょっとねあれになっちゃってるから。まあ見た目まあね、まあまあそんな変わんないけどね。うん、まあリスナーが心配するほどではないね、これね。どうかな。いやいや、あんま変わんないよ顔も。本当？うん、まあ。いや変わるでしょこれ。いや何日間が経てはもう、いやそれ何でもそうだよ、サラサラでしょ。何でも何日間が経ては治るんだけど、うん、いや今の頃の感じがひどいでしょちょっと。まあ、ちょっと赤くなってるぐらいね。俺もっと腫れてボコボコなってるのかと思った、うん、いや俺もね怖かったの。もう事故でね、あのバーってなってる時にね、はい、うん、この顔がすったのが分かったのよ。ほう、こう、じゃあもうさ、なんかニュースではさ、うん、あのトンネルの壁に激突みたいなさ、うんうん、まあそれはもう怖い感じの書き方してるわけよ、うんうんうん、高速道路のねトンネルの壁に激突っつたら、うん、もうちょっともう最悪なこと考えるじゃん、うん、そうね。でそれの割にはなんだよね。あ、だからそう、そのでそこでぶつけたんだからさ、高速道路で、うん、普通なんかもうスピードも出てるのかもわかんないけど、うん、意識なくなりそうじゃん。でもそこに全部意識あった。顔吸ってんのも全部。だからもともとスピードも出してないのよ、俺さ、まあこれ前ラジオで言ったと思うけど、バイクの運転自信がないって言ったじゃん。まあやけにビビってたよね。そう、まず運転がうまくないの知ってるから、はい、で初めての高速道路でバーンとこうちょっとスピード、初めてなんだ、うん、出してみたんだけど、うん、やっぱ怖いわけ俺、うん、まあ初めてだしね。いやっていうか多分あんまりこう向いてないの？向いてなくはないんだけど、速いのは怖いのよ、うん、で、はい、だからバイクってさ、俺何が怖いってさ、もうバイク乗ってる、乗っててこんなこと言うのもあれだけど、あのバランス崩したらおしまいじゃん。おしまい、バイクって。おしまい、おしまい。だからちょっとした段差とかでバランス崩すかもしれないし、怖いから。俺ほんとあそこ法定速度が80キロだと思うんだけど、俺ね、うん、60キロとかで走ってんの。だからちょっと迷惑な話よ。逆にね、流れに乗れてなくてね。でもまあ、うん、そっち側は、うん、結構前の車とかの後ろについてるとそれぐらいだし、うん、まあまあいいやっていう感じのぐらいで、それぐらい安全運転で、しかも直線ね、カーブでもなんでもない、ね、トンネルの中なのそれ。中入ったところなんだよね。で、まあ、左車線でね、もちろんね、左車線だから。そう、そしたらなんか道路の歪みなのか、もう何か本当よくわかんない、よくわかんないんだけど、うん、ま、前輪とこのハンドルバーって持ってかれて急に。そう、それで普通さ、ちょっとこう、あ、危ないって立て直そうとして失敗してとかじゃない、とかあるかもしれないんだけど、もう立て直す前にもぐるぐるバーンってもう転んじゃった。いや全然あかんなかった今の。あ、そう、もうぐるぐるバーンってバイクであんまり使わないよその表現は。そのぐるぐるもうね、ハンドルがね、うん、揺れた瞬間もう転んじゃった感じ。あ、でそれでよくわかんないんだけど、後ろの後続車の人が救急車呼んでくれたんだけど、うん、その人に僕どうなってたんですかって言ったら、壁にぶつかって横の壁に。そうで、そのまま今度は追い越し車線の方まで転がってたんだ。怖い。そう、じゃあもう車ね、そんなのだってこう追い越し車線にいたら終わりじゃん。そうだ、車いたら終わりだし、だからすごい幸いで、そうそう、うん、そういう後続車にね、なんかぶつかることはなかったんだけどさ。でそれはでもそこ意識はあったのに、ぶつかってることは分からなかったの、その後ろの人の車の人に聞かないと。でも目つぶっちゃってか、こううわーってなって、うわーってなってるから、
ヘルメットがガン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 って当たってて、で顔が一瞬サッて吸ったのは分かったの。で俺それ意識あるじゃん、ちょっと音もすんだよ、そう意識あるから、ああ顔吸っちゃったと思って、顔を吸うとさ、お前やっぱ一応芸能人だなと思うのがさ、顔やばいと思っちゃうんだよね、まあ、テレビ出る仕事だから、はいはい、はいはい、ありますね顔ね、うん、そうわーと思って、うん、痛いってゴロゴロゴロって止まって、うん、で大丈夫ですかって来てくれたのね、うん、後ろの車の人とかさ、うん、で救急車呼んでくれた人なんだけど、うん、救急車呼んでる間にやっぱ最初に顔大丈夫ですかって聞いちゃうもんね、僕顔どうなってますってすげえナルシストみてえじゃん、そうでもそれが違うよ、ナルシストみたいなんだけど、顔がビッて擦ったのが自分の中で擦り傷なのか、でもスピード出てるからこの擦り傷に感じるやつが結構擦っちゃってるのかとか分かんないから、もう怖くしようがないの、分かる分かる、まあ、顔だけは見れないからね自分でね、そう大体体はさ自分で見れて、ああ、うん、こんな感じかってなるけど顔だけはね、うん、うん、おうで全身打撲でも体痛くてさ、うん、立ち上がるとしても立ち上がれなくてさ、うん、で救急車来てさ、おう救急車はすぐ来るもんかな、もうすぐでも10分その間ずっと怖いよね高速道路で、そんなでもその後なんかすぐにたまたまなのか分かんないけど覆面パとかあって全部あのあれやってくれたよ、たまたま、うん、はあ本当に幸いだ、まあ怖かった、まあ